ノートルダム清志新中学校高等学校は広島県広島市西区にある私立中高一貫校の女子校設置者は学校法人ノートルダム清志新学園完全中高一貫校で高校からの募集はされていない広島市街と瀬戸内海を見下ろす小市区にありカトリックの教えをもとにした単科教育が行われている心を清くし愛の人であれ 中学生はクラブ必修。毎週月曜日の放課後が必修時間とされている。高校生は任意参加。ただし同好会に参加することができる。また、これとは別に学園祭のために活動する高校生のみの特別参加単位がある。部活動とは別に委員会活動も盛んである。多彩なクラブが存在しており、活動も熱心である。 2005年度は、ディベート部、囲碁部、書道部、文芸部、古典文学研究部、クラシックギター部、高校総曲部が全国大会出場、また、高校演劇部、中学音楽部、高校合唱部、高校水泳部が中国大会に出場している。文化部体育部同好会、中高での活動、中高分かれての活動、中学だけの活動、 高校だけの活動中学校高校中高合同。ありがとうございます。